これ大体いろんなもん食べたことあるの、ここで。え、私はやるそうだな。え、それはもういただきます。ちゃんとパリッパリのやつでやってくれたら美味しいねんけど、あのやっぱり広島焼きってやっぱりキャベツ5枚やから水分すごい出るから、出るからな、ビジビジな、難しい。だからそのほんまにな、でもパリッパリのカリッカリで、うん、一回俺食うたことはね、うん、昔あの それは別にあの店の人が焼いてくれるのやつに、その時は自分で焼くスタイルのとこで、あで因島出身の人間が焼いてやってくれたんや、ほんたらそれがむちゃくちゃうまかったな、もうパリッパリの、これがほんまの焼き方やねんやみたいな、えらい言いながら作ってくれたやつがむちゃくちゃうまかって、そっからあこれがほんまもんなんやと思って、でもみんなべっちゃーってして、大体べっちゃーってしてるから、その人に言わしたらもやし入れるのはジャルオやって言ってたわ。普通のこのパン、最悪風の、うん、天禄でこの間厳島っていう店があって、うん、行ってんけど、多分な娘と思うんだけど、あ天禄の、うん、うん、あるあるある、もともとある店拡大して、うん、もう一軒できてんね、うん、あれ広島出身でしょ。そうやな、うん、でその古くからやってる店は、前からやってる店は行ったことないねんけど、新しくできた最近できた店みたいなところに行ってや、うん、それかな、ちょっとペチャーってしてる。それもまたな、品人、まあまあ、まあ、要するに中国人が作ってて、な中国人に焼きを任してんねん、なんでやねんっていうな、うん、まあ、女の子のな中国人に任してんねんや、うん、でも接客みたいな担当をオーナーというか娘みたいなのがほぼ接客担当みたいなことになってて、ほんで焼きは中国人がちょうどやってるのや、全然やねん。でもあの広島と、まあ、中国つながりなんかもしれんけどな、お前中国人やらしとけ、中国やからって言うな。向けときます。ありがとうございます。ぶったたま、ありがとうございます。ちょっと豚玉いただきます、うん、はい、あなた食べてばっかり、うん、これで固定いらないですやん、固定装置に、うん、私固定いらないから、うん、はい、いらないです。橋派ですか、橋本派。これから出てけばかわいい、向こうと思うわ、かわいい、かわいい、全然かわいい、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 うまい、あっそ、うまっ、あっちの中であかんかな、うまいなぁ、頑張る、今度来よう、何時から何時まで、8時ぐらいから、いや、もっと早いよ、来よう、あの仕事終わって
直行で午後来て漫画もいっぱいあるしな。漫画を見ながらね、漫画を見ながらここで飲んで